マツダロードペーサー、ロードペーサー、ロデパッセルは、かつて発売された、マツダのプレステージカー、高級車。発売当時は、マツダの排出ガス対策車の証である、AP を付した、ロードペーサー AP と称してた。マツダ初のサンナンバー車及びフラングシップモデルであった。セダンタイプの乗用車としては、当時のマツダ車で一番大きいボディを持っていた。 1970年代前半、それまで日本メーカーによる富裕層向け最高級乗用車はトヨタセンチュリーと日産プレジデントに限られていたが、日本の経済成長によって最高級車市場の拡大の動きがあり、マツダは三菱自動車工業、イスズ自動車と共に最高級車市場への参入を図った。しかしマツダや三菱自動車、 イスズ自動車はトヨタや日産のように高級車を自社独自で開発するような企業体力はなかった。そこで三菱自動車とイスズ自動車は外国メーカーとの提携関係をつか日本と同じ右ハンドルであるオーストラリア製乗用車を輸入し日本の基準に適合する要最小限の改造を。当時日本で認可されていなかったドアミラーをフェンダーミラーにするなどを施し上で 自社系販売店で販売した。しかし、当時の松田はまだ、フォードとは提携しておらず、外国メーカーとの提携が全くなかったため、オーストラリアの GM ホールデンと部品購入契約を交わすことで最高級車を開発した。こうして誕生したのがロードペーサーであった。ボディはホールデンが生産していた主力大型車 HJ シリーズの最上級グレード、 プレミアがベースで前輪独立喧嘩後輪固定車軸の後輪駆動という当時の大型車としてはごく一般的な構成である。プレミアは当時鈴が上記の試作により輸入したステーツマンデビルの姉妹車でもある。このモデルのベース車はホールデンの親会社である GM のインターミディエイトクラスで北米では中級サイズにあたるが日本では 大型セダンとして通用するものであった。オーストラリア本国では基本プラットフォームはそのままに4回の大規模改良を受けつつ1971年から1984年まで生産されたロングセラーであり、HJ は最初のマイナーチェンジが行われた194年から1976年まで生産された型である。このボディを 日本向け高級車仕様の内外装に出来た上、マツダ独自のパワーユニットとして13バイト型エンジンを搭載し、トランスミッションは日本自動変速機、現、ジアトコ製3速 AT を組み合わせた。当時ロータリーエンジンを自社のイメージリーダーにしていたマツダが、軽量で高出力を得られる自社製パワーユニットという特性を利用して、ロードペーサーにもこれを搭載したものであった。 もとより、当時の松田は、直列4気筒以上の多気筒レシプロエンジンを製造しておらず、イスズのように、ホールデン HJ のエンジンを流用しない限り、手持ちエンジンとしては、額面上最強となる、ロータリーエンジンを使わざるを得なかったことも一面であった。目標販売台数は、月間100台であった。なお、前期型では四角形のメーターナセルだったが、 これは後期型では丸型に変更され、フロントグリルの格子の形状も変えられている。当時の価格は、センチュリーやプレジデントをも上回る、高価格で、日本市場では割高に感じられ、販売不振であった。ロータリーエンジンは、1975年当時の日本で進行中であった厳しい自動車排出、付きにも対処が容易であったため、当初は、 観光庁からの若干の需要もあったが、それも限られたものであった。高価格のほか、本来、日本向け高級車のデザインではなかったボディを流用した、モデルで、スタイリング面で、日本の想定ユーザー層の好みに合わなかったことや、従来、大衆車、商用車販売を、主としてきた、松田の既存販売網が、大型乗用車の需要者への営業力を欠いたことも、 不審の一因ではあった。しかし、何よりも、自動車としての成り立ちがあまりにもアンバランスであったことがロードペーサーの問題点であった。ベースとなったホールデン HJ は、本来、大型アメリカ車同様に、大排気量で低回転域から大トルクを発揮するエンジンが搭載されるクラスであり、最低のベースモデルでも、直列6気筒 2.8L-3.3L。3. 3 それ以上のグレードは 4.1L-5.7L の V 型8気筒レシプロエンジンが搭載されていたバッジエンジニアリング社であったイスズノステーツマンデビルは V 型8気筒 5.0L エンジンをそのまま搭載しておりボディに見合った性能を確保していたそのような大きく重いモデルのボディに軽量高回転だが低回転域のトルクが薄く 燃費も良くないロータリーエンジンを搭載しても、自動変速機のトルクコンバーターで、トルク増大を図ったとこで、なお実用上の動力性能がはだしく不足し、しかも燃費は非常に悪くなったのである。力のある V 型8気筒エンジンを搭載し、十分な動力性能を得ていたセンチュリーやプレジデントに比べ、これは致命的な短所であった。その後、 1977年に三代目ルーチェが発売された。この新型ルーチェはボディサイズの拡大で認めの高級感が増し、なおかつ日本における5ナンバー規格に収まり、ロータリーとレシプロ双方のエンジンが選択できる市場的合性から松田にとっての最高級ポジションを担う格好となり、ルーチェよりも価格が圧倒的に高く販売も低迷していたロードペーサの 生産は打ち切られた。以降は1979年まで在庫車の新車販売が行われたにとまった。総生産、販売台数は799台。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。